声と豊かな響きの素敵な曲でしたね。もうフィナーレだと思います。ですけどまだ次4曲目でまだ続いていくので楽しんでください。次にお送りする曲はザ・バルのビタースイートシンフォニーという曲になります。この歌詞が結構人生のしんどさというか現実を突きつける曲なんですけども、私はこの旋律を聴いて、あ、かっこいいなっていうふうにもう単純に思って、みんなと弾けたらいいなと思って選ばせていただきました。ブルサーはこの3曲までで、お伝えできているかなと思うんですけども、バンド楽器もあれば、弦もあって吹奏楽もあってっていう多彩な楽器がある作です。なのでこう原曲通りもできますし、自分たちのイメージ通りのアレンジができるところがいいところだなというふうに思っています。なので私はこの自分が楽譜書くときもそうなんですけど、周りの方々から書いていただいた楽譜を見るときも、その多分楽譜を書いてくれた人は原曲に寄せたいんだなとか、あ、もしくはこの楽器をこの音にやってるときはこういうイメージをしたいんだなっていうのも楽譜もらったときから楽しみにして演奏してきました。で、今回の曲はホルンを吹いてくれてる武人くんが作ってくれて、実は私去年の6月頃から密かに書いてもらえないかなっていうのをなかなかと決心して、もう書いてもらおうと思って学祭の時に頼んで忙しい中書いてもらいました。ありがとうございます。で、もともとこの曲ロックなんですけども、そのこのラインナップを見ていただければ分かる通り、バウリンに感もあってバンド楽器もあってというふうで、この難しい編成を素敵な編曲にしてくれました。すいません、ちょっと調弦がくるっと回っちゃったので調弦させてください。Thank you.